がとうございます。結構ボリューミーですね。ありがとうございます。ケンチッス梅田せんべろシリーズ、今回はこちら尾張天神の近くにせんべろセットってあるんですね。尾張天神からまあ大体徒歩10秒ぐらいでしょうか、餃子専門店っていうところで、これマンボウセットってあるんですよ。マンボウセットですよ、なかなかないじゃないでしょうか。これをね、今回皆様にご紹介させていただきます。ありがとうございます。あ、すいません、はい、マンボウセットって大丈夫でしょうか。はい、あ、それでお願いします。シャオシャオ餃子が1枚分と、はい、あとは小ジョッキでドリンクが生ビールかハイボールかレモンサワーの3種類から、3杯、同じのを3杯でもいいですし、はい、違うのを3杯でもいいですし、あ、はい、そしたらあのビールで、はい、ビールから、はい、かしこまりました。あ、ありがとうございます。お、朝日スーパードライですよ。これ小ジョッキーって言っていいんでしょうか。もっとちっちゃいジョッキーって私今まで見たことあるんですけど、でも結構あるっていうか中ジョッキーに見えて内容が小ジョッキー並みのジョッキーあるじゃないですか。これ結構薄いので中身そのままだと思うんですけども、これ飲み応えあるんではないでしょうか。いただきます。こちらのお店の看板メニューということで、チャウチャウ餃子、このような感じでパリッとしてる感じがしますよね。でハーフが350円、1人前2枚で660円というおかげさまで21周年、累計販売個数1億4570万袋包みっていうところですね。すごいやん。あとはこのおつまみの方も取り揃えております。なめろうもありますし、うずらの卵、いやこれかなりいいよね。サバポテサラダ、これ美味しそう。あ、結構でもあのチェーン店なんですよね。あ、香港もあるわ、シンガポールもあるんですね。手羽先餃子も結構ボリュームがある大きさではないでしょうか。ワインに漬け込んだ手羽先を餃子にしましたと。なかなかワインに漬け込んだっていうのは食べたことないですよね。でこちらの方は油淋鶏、あの高知県産のカツオのわら焼きとかもありますし、餃子以外もいろいろありますよね。つまみね、絶対足りないので注文していいでしょうか。あ、すいません、サバポテサラダお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そのまま食べれますし、はい、あとタレが自家製酢醤油と甘辛い味噌ダレと2種類ありますので、タレから2枚使って両方試してください。はい、ありがとうございます。そしてあのおかわりでレモンサワーお願いします。はい、はい、ごめんなさい。あ、ありがとうございます。そのまま味付けされてるってところもありますけども、こちらの2種類のタレも味付けとしてちょっとチョイスしながらいただきましょうか。あ、パリパリ、めっちゃ皮パリパリですよね。まず何もつけずにいただきます。結構味がついてますよね。めっちゃパリパリ、いやこの音のパリパリ感が伝わるといいんでしょうけども。サバポテのサラダです。 ありがとうございます。うん、酢醤油めっちゃ合う。油の旨味が結構あるんですよ。で皮はパリパリなんですけども、まあ、その旨味がねうまいこと調和してくれるんですよ、この酢醤油が。
もうこの餃子って間が結構こう剥がれにくいんですけど、簡単に剥がれやすいです。でうまいことそういう風にこう仕込まれてるんでしょうか。まあ、餃子も1個単位は小ぶりかもしれないですけど、味はすごく美味しいですよね。ポテト来ました。皆さんこれをパッと見てね、何思い出しますか。なんか見た感じですけど、私はミッキーマウス見ました。すごいよ、結構ボリューミーですよね。ピーマンもね添えてるっていうところがいいんじゃないでしょうか。だから最近ね、私パプリカにハマってるんですけど、パプリカもピーマンも同じなんですよね。これめっちゃうまい。サバの旨味とポテサラのふくよかな味、このピーマンがねうまいことこのフレッシュ感を醸し出してる。これはうまいわ。すいません、あのハイボールでお願いします。はい、ありがとうございます。あ、まあ、先生とすごく満足あってすごくいいです。作った甲斐ありました。ありがとうございます。こちらこうチェーン店というところで、このなんかこうマンボウセットっていうのは全体的にあるんでしょうか。いや、即興で考えただけで。ああ、そうですか。あ、はい、このそばポテなんですけど、こちらこのパリパリのクラッカーあるんですけど、まあ、これを乗せろっていうことでしょう。乗せてからいただくというところですよ。ピーマンって生で食べるものではないって思ってたんですけど、でもピーマン生で食べたらみずみずしくてかなりジューシーに変わるんですよね。今回このマンボウセットをいただいておりますけども、大満足ですよね。アルコール3杯ついて看板メニューのチャオチャオ餃子がいただけると。で、私はこの酢醤油はやっぱかなり合いますね。もうめっちゃ上品な味ですよ。ちょっとめっちゃうまい。これ世界中の方に食べてもらってもね、感動する味ではないでしょうか。これで完璧ですよね。酢醤油でいただきます。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。いや本当にね、マンボウセットアルコール3杯飲めてチャウチャウ餃子、これね、あの餃子の概念が覆されるぐらいパリパリに焼かれてて、中のあんがね濃厚に美味しいんですよ。お腹いっぱいになる餃子じゃないんだけども、つまみとしては本当に最高の餃子だと私は思います。あとはこのサバポテも最高じゃないですか。皆さんよろしければ梅田来た際はここでねマンボウセット注文して、はしご酒の1軒目2軒目3軒目にご利用してみたらいかがでしょうか。ケンジでした。